かにめし本舗金谷は、長万部駅に拠点を置く駅弁調整、レストランドライブイン、佃煮製造業者、札幌市にも支店を持つ。戦後間もない頃、内浦湾では大量のカニが水揚げされていた。もともと、長万部駅で弁当を販売しており、戦後の混乱もあり、創業者は食料集めに奔走。その留守を預かる創業者の妻が大量に残るカニを茹でて、駅で販売したらどうかというアイデアから1947年に煮カニを販売。カニを丸ごと茹でて、新聞紙で包んだだけのものだった。これが鉄道を利用する旅行者の間で大ヒット。駅の売り子には人々が殺到し、列車の中では夢中にカニを貪る人たちの姿があり、車内はカニの香りに包まれたという。小説家、段和夫のエッセイ、美味放浪記の中でも、長万部の車窓から買って食った毛ガニも美味しくて、広げた新聞の上いっぱいに広がるその殻の堆積のありさまを眺めながら、いかにも食ったという幸福感を味わったものである。と長万部駅の煮カニを絶賛している。しかし煮カニは、水揚げされる夏場にしか販売ができない上、殻を外す手間があり、車内に殻が散乱してしまう問題点もあった。そこで手軽に食べられ、一年を通して販売できる新メニューの開発が始まる。当時としては珍しい大型冷凍庫を入手し、夏場に取れるカニの鮮度を落とさないことに成功。様々な試行錯誤があり、何度も駅員との試食会を行い、1950年に味付けしたカニ肉を大量にご飯の上に乗せたお弁当、カニ飯を販売する。カニ飯はしばたたく間に大ヒットとなり、主力商品を煮カニからカニ飯へスライドさせることに成功。1960年に煮カニの販売を終了し、新聞社主催の駅弁コンクールや、1960年代中頃から始まる駅弁大会ブームに便乗する形で一気に、カニ飯は全国的知名度を得ることになった。その後、立ち売り商会では、カニ飯の商標を開放し、地元の他業者も使用できるようにしたことから、長万部にいくつものカニ飯が誕生した。詳しくは、カニ飯参照。ドライブイン金谷でのカニ飯。編集白飯の上にほぐした味付けカニ肉とタケノコを、チラシ、錦糸卵、椎茸、梅干し、酢漬けのカニ肉などを乗せたもの。おかずの佃煮も自社製品。駅弁としては珍しく、温かい状態で提供することを目指している。1050円。なお、空弁として、函館空港限定のカニ飯も販売しており、酢飯を用いるなど、駅弁のカニ飯とは別アレンジとなっている。鮭飯、編集鮭のそぼろ、漬け焼きをご飯に乗せたもの。おかずは、カニ飯と共通。受注生産、840円。蝦夷飯、編集カニ飯の上に鮭飯の漬け焼きにホタテが2つ、乗った北海道名物をまとめた弁当。要予約商品。丸井今井札幌店の支店では通常販売。1365円。いなりカニ飯、編集ハーフサイズのカニ飯に、いなり寿司が3個ついた弁当。945円。長万部物語、編集自社製の佃煮で、お弁当の箸休めとして使われている。わかめ、ひじき、少女子が使われた小味の佃煮である。丸井今井札幌店の支店では、630円のカニ飯ミニサイズと、3人前で3150円のカニ飯鉢盛りが売られている。ありがとうございます。